ということで、ここからはですね、クラウドネイティブ時代の CI と CD のあり方ということで、北山の方からお送りしたいなと思っております。早速なんですけども、今日はですね、クラウドネイティブ時代の CI、CD ということで、オープンシフトパイプラインと、オープンシフト GitOps と言われる、この CI と CD のことについてお話ししていきたいなと思っております。まずはですね、この CI、CD とよく聞く言葉なんですけども、これのクラウドネイティブ時代のと言われたときに、どういったことに気をつけなければいけないのかということをまずお話ししていきたいなと思っております。早速なんですけども、CI、CD と言われると皆さん何を思い浮かぶでしょうかね。継続的インテグレーション、まあ、継続的デプロイメント、デリバリーとかって言われるものの、短縮がコンティニュアスインテグレーションとコンティニュアスデリバリー、デプロイメントと言われているところで CI、CD と呼ばれています。ただですね、これ実際 CI に、アプリケーションを、乗っけるというまでにですね、いわゆるローカルで開発するといったところがあるかなと思っています。このところはですね、いろんな開発者がですね、繰り返しの開発とか、まあ、修正とかを行って開発業務をしていくっていうことが必要なんですけども、実際に開発者としてはですね、自分自身がクラウド上で開発しても、まあ、オンプレのローカル上で開発しても、はたまた自分のラップトップですね。ラップトップで開発しても、同じような環境が使えるっていうことが結構重要なことになってくる。で、一方、CI と言われると、何が重要なのかというとですね、基本的には、ビルドとかテストとかを自動化するということが必要にはなってきますが、それを繰り返すことによって、品質の高い成果物を求める。ということが必要になってきます。ただですね、これ自身は、エンタープライズで言うとですね、これ品質を高めると何をやっているのかというとですね、いわゆるガバナンスですね、を徹底するということが重要になってきますよ。で、次にデプロイメントということで、デプロイ作業を自動化しますよということが必要なんですけども、これもですね、品質の高いデプロイメントをしていく。まあ、CTは失敗しないデプロイメントをするということが重要なことになってきます。まあ、この3つの役割があって、一つ一つ役割ごとに違うことをやってるっていうのが重要なことなんですね。じゃあ、これまでのトラディショナルの CI、CD、今後現れてくるクラウドネイティブの CI、CD、これ何が違うのかっていう項目はですね、ここに書かれています。まあ、一つ一つ読んでいってもいいんですけども、重要なところっていうのが、まあ、この真ん中に書かれているところなんですけども、これまでの CI っていうのは、CI ツール自体が共通で使われていました。いわゆる共有で。使われることによって、まあ、一つ一つのプラグインであったりとかバージョンとかに縛られることが多かったですよねと。で、今後のクラウドネイティブな CI、CD というとですね、まあ、CI ツール自体が独立していることによって、まあ、各パイプラインであったり、デリバリー、デプロイメントと言われるものがですね、独立的な環境でできるということが重要なことになってきます。一方ですね、このトラディショナルな CI、CD をもうちょっと深く見ていくと、こんな風になっています。まあ、開発者と運用者というのが分かれているんですけども、開発者からするとですね、いわゆる運用者、いわゆるこの CI ツールと言われるものに、まあ、設定依頼をかけてですね、で、設定作業をする人っていうのは結局運用者の方がパイプライン設定をして、で、まあ、ジェンキンスみたいな、CI ツールで、ビルドの実行とかテストの実行をしていました。まあ、これ CD も同じですね。CD に対してもデプロイメント作業っていうのを依頼して、まあ、デプロイメントの設定は、まあ、運用者側でやっておいて、まあ、その運用者側で、まあ、デプロイメント実行っていうのをジェンキンスで自動化してみましょうっていうことが多かったんではないでしょうか。まあ、これによってですね、いわゆる運用者がこのジェンキンスの重りをするということでですね、よく話の中で出てくるのはジェンキンスおじさんっていう人がいてですね、まあ、その人がまあ運用していくっていうこともよく見られたみたいです。これがクラウドネイティブに変わるとどうなるのかというとですね、いわゆる開発者が開発者自身でパイプラインを設定するということが可能になります。で、今までこれもやってたよという方もいらっしゃるかもしれないんですけども、実際に開発をする上でですね、自分のまあ環境にパイプラインを仕込み込むということができますよ。で、これビルドとかテストの実行も自動化されますし、まあ、デプロイの実行に関してもですね、まあ、これまでインフラの方、もしくはオペレーションの方に依頼してたことがですね、まあ、デプロイの設定ということ自体も、まあ、開発者側で柔軟に行える。で、これが今まで、まあ、オペレーション側、いわゆる運用者側ですね、にアクセスしてコミュニケーションが発生したことを、この Kubernetes ネイティブな環境によってですね、
いわゆる CI も CD も自分自身で行える。強いては機械が代替してくれますよと。運用を代替してくれますよといったところが、この、クラウドネイティブな CI、CD の大きな利点と言われている。で、ここに欠かせないのが、まあ、Kubernetes ネイティブと言われる話ですね。これまでクラウドネイティブとか、Kubernetes ネイティブとか、まあ、同じような言葉が出てきて混乱してしまうかもしれないんですけども、Kubernetes ネイティブというのはですね、Kubernetes の設定方法を前提として作られたツールのことを言っています。で、この Kubernetes の設定方法を前提にするというのがどういうことかというと、まあ、いわゆるこのマニフェストと言われるところに書かれているものであったりとか、まあ、いわゆるリソースですね。これまではポットとかデプロイメントとかサービスとか、そういったもののリソースと同じような形態で、いわゆる CI のパイプラインと言われるものを書くことができます。なので、まあ、Git からソースコードを取得したりとか、まあ、イメージをビルドしたりとか、まあ、そういった作業は、いわゆるマニフェストに記載することができるようになるのが、この Kubernetes Native と言われるものになっています。まあ、それによってですね、出来上がった構成っていうのがこちらの構成になります。いわゆる開発者が、いわゆる Kubernetes のリソースと同じように、CI のパイプラインであったりとか、強いてはですね、デプロイメント、デリバリーと言われているところの、まあ、いわゆるマニフェスト自体の、更新、もしくはデプロイメントといったところも自動化していくということができるのが、この CI、CD、クラウドネイティブの CI、CD と言っているところに、起因しています。なので、開発者はですね、基本的には、アプリケーションのソースコードの、リポジトリに、アプリケーションコードを置く。そうすることによって、自動的に、CI を回すことができて、CI から生成された、いわゆるマニフェストですね、デプロイするための設定、強いては、コンテナの、イメージですね。そういったものに関しては、基本的に CI が作ってあげて、それらをどのようにデプロイするのかといったところは、コンティニュアスデリバリーというところで、実装してくれるというような話になっています。この、CI と CD について、今日はちょっと深掘りしていきたいなと思っております。まずは CI の方ですね。オープンシフトの CI というのは、オープンシフトパイプラインと言われるものが、になっています。で、レッドハットのオープンシフトパイプラインというものはですね、テクトンに基づいた、まあ、クラウドネイティブな CI、CD のソリューションを持っています。で、テクトンはですね、もともとオープンソースの、ツールであって、まあ、いくつかのコンポーネントで、まあ、形成されています。で、まあ、代表的なものがテクトンパイプラインと言われるものですね。これは、まあ、CI とか CD のパイプラインを構築するための、まあ、いわゆるオブジェクトとして、オブジェクトとなっている。で、テクトントリガーと言われるもの。これはですね、まあ、イベントのトリガーに基づいてパイプラインを実行するといったようなことができるのがテクトントリガーと言われるもの。で、最後はテクトンダッシュボードと言われるもので、これは、まあ、テクトンのパイプラインをどのように、まあ、可視化するのかと。といったところのインターフェースがついているものがテクトンのダッシュボードと言われるものです。まあ、こうしたそれぞれの機能は、まあ、オープンシフトのパイプラインオペレーターと言われるもので全て管理されていることになります。で、オープンシフトではですね、オープンシフトパイプラインが、オープンシフトパイプラインオペレーターですね。オペレーターと言われるものがテクトンをデプロイすることになっています。で、テクトンをデプロイするんですけども、このオープンシフトパイプラインオペレーターというものはですね、基本的に、まあ、全てのネームスペース、まあ、レッドハットのオープンシフトでいうとプロジェクトという名前になってますけども、全てのプロジェクトに、起因する、オペレーターになっていて、基本的にはこのテクトンがオープンシフトパイプラインと言われるプロジェクト内に展開され、もうそのテクトンが、全てのプロジェクトですね、に対して、まあ、カスタムリソースを払い出していく。逆に言うと、このすべてのプロジェクト上からカスタムリソースを定義したものに関しては、このオープンシフトパイプラインの中にあるテクトンが処理していくというような形になっている。これがオープンシフトパイプラインの構成図になっている。で、実際に、テクトン自体のコンポーネントってどういうようなものがあるかというとですね、大きくは2つに分類されていて、1つはタスクに関するものですね。ここではステップとかタスク、タスクラン。シートはですね、パイプラインリソースと言われるものが書かれています。で、下側に書かれているものがですね、パイプラインとパイプラインランというものがあります。まあ、この2つに関してはですね、いわゆるパイプラインを操作するものになっています。まあ、この2つを、同時にですね、ちょっと見ていこうかなと思います。まずはタスク側ですね。テクト
ストーンの中に入ってある、まあ、タスクという定義。これは何をしているのかというのを、まずご紹介していきたいなと思います。で、ステクトンの中のですね、タスクというものに関しては、まずステップとタスクという、まあ、実態があります。で、ステップって何を示しているのかというとですね、まあ、これは、いわゆるコマンドの実行単位を指し示しています。なので、このステップの中にですね、まあ、コマンドを実行するためのイメージの指定と、で、そのイメージの中で、まあ、適合する、まあ、実行する、コマンドっていうのを、書いてもらうのが、このステップと言われるもの。で、このステップを並べてあげると、一つのタスクと言われるものになります。なのでですね、まあ、一つのコマンドだけで実行できる、まあ、タスクってなかなか少ないと思うんですね。なので、いわゆるステップを組み合わせていって、まあ、最終的に、こう、タスクという実行の、形態にしてあげるっていうのが、このタスクの定義になっております。で、このタスクを、生成する、いわゆるこう作ってあげると、タスクが実行されるのかっていうと、実はそうではないんですね。実際にはこのタスクを書いてあげて、タスクの次にですね、タスクランと言われるものを作ります。タスクランっていうのは、いわゆる、この先ほど書いたタスクと言われるものを実行する、まあ、オブジェクトだと思ってください。タスクランと言われるものを作ってあげることによってですね、タスクランは、タスクを参照する。で、このタスクランの参照の中身を見て、まあ、ステップの実行を一つ一つのコンテナとして実行するようになってきます。で、実際にタスクランの中で、まあ、こういうステップがあるんだなというのを、まあ、解釈すると、タスクランは、ポットを作り上げます。で、ポットの中の一つ一つのコンテナで、まあ、このタスクランに書かれている、実行形態のコマンドを提供していく。というような話になっています。なのでですね、このタスク欄を書くということがですね、まあ最終的にこのタスクを実行することになります。で、逆に言えばですね、まあ一つ一つのステップって言われるものはコンテナに随していて、一つのステップは一つのコンテナができる。で、シートは一つのタスクと言われるものは、ポットの中で、まあ全ての処理が行われると言われるような状況になります。オープンシフトパイプラインを、まあ、利用すると、まあ、こんな風に見えるわけですね。いわゆるパイプラインと言われる、まあ、カテゴリーが出来上がって、この中のタスクと言われる項目を開いてあげると、タスクごとのステータスの確認というのができるので、タスクランを実行してあげると、実際にこのタスクごとのステータスで、まあ、サクセスとかフェイルとかっていうものが、まあ、確認できますよと、といったところがあり。まあ、もちろん中で動いているものはコンテナになってますので、まあ、コンテナ自体のまあ、ログであったり、まあ、それに準ずるステータスというものは、まあ、普通のポットとして見れるような形になっている。では、一方、パイプラインを書くというと、どういうことを書くのかっていうのが次の話になっています。パイプラインの定義と言われるとですね、いわゆる実行したい一連のタスクの流れを書くことになります。これまでは、まあ、タスクという中で、一つ一つのコマンドをステップで打つというようなことをしてたんですけども、実際にパイプラインを書くというとですね、このタスクを組み合わせることによってパイプラインが生成されます。なので、パイプラインという定義の中にはですね、いわゆるこれまでのタスクを、どのタスクを使いますかといったところを定義することになるんですね。なので、タスクを組み合わせるっていうのは、強いてはパイプラインを書くことによって、いわゆるこのタスクがフェイルしたらこちらのタスクをしてください。もしくは、このタスクが成功したらこちらのタスクをしてくださいみたいな、いわゆるコンディションと言われるものですね。そういったものも生成することができます。といったふうに、パイプラインによって、いわゆるタスクの、まあ、条件分岐と言われるものがされることになります。で、ここでふと思う方もいらっしゃるんですね。CI とかで、よくありがちなことなんですけど、タスクごとで、まあ、出た、まあ、結果であったりとか、まあ、タスクごとが、共通で使う、まあ、ディスク、いわゆる、アプリケーションデータみたいなものですね。そういったものはどうやって管理するのかということなんですけど、そういったものもテクトンでは、提供されています。で、タスクの中に、まあ、リザルトと言われるものと、ワークスペースと言われるものがあります。リザルトっていうのは、いわゆるキャッシュみたいなもので、まあ、小さめのデータを共有する場合に、まあ、利用するもの。で、もう一つの、ワークスペースと言われるものは、こちらは、大きめのデータですね。を共有する場合に、まあ、使われるものになっています。まあ、例として挙げられているのは、まあ、ソースであったりとか、まあ、バイナリーであったりとか、まあ、ビルドしたのは後のバイナリーですかね。そういったもののバイナリーであったりとか、まあ、実行結果、もしくは、まあ、テストとかをしているのが、テストレポートですね。
そういったもののファイルっていうのを、ここのワークスペーシーズというところに保存しますよ。で、このワークスペーシーズは、まあ、パーシステントボリュームクレームの中で、まあ、ボリュームとしてマウントしてあげて、このボリュームの中にデータが書かれるというような形になります。で、実際、パイプラインも実行するときは、タスクとタスクランの関係と同じようにですね、パイプラインとパイプラインランと言われるものがあります。なので、パイプラインを定義するだけでパイプラインが走るわけではなくて、実際にはパイプラインランと言われるものを、書くことによって実行されることになります。このパイプラインランっていうのは何をしているのかっていうと、あくまでパイプラインに書かれているのはテンプレートだと思ってください。このテンプレートの中にですね、まあ、実行の、いわゆる変数帳を埋め込んだりとか、まあ、変数で、条件分岐とかしたい場合ですね。そういったところをパイプラインランに書いてあげて、まあ、実際にはパイプラインランを走らすことによって、タスクが実行されます。で、タスクの中では先ほど言ったみたいにタスクランを呼びつけることになるので、タスクランを呼びつけられると各ポットが生成されて、ポットの中でコンテナがステップという形で、コマンドを実行していくというような形をしていますよ。まあ、こういった、まあ、タスクとパイプラインの関係性を覚えておくことによって、まあ、テクトンと言われるものをすぐに活用することができる。で、オープンシフトパイプラインの実行ですけども、今まで話してきたのはこんな感じになります。いわゆる開発者はパイプラインの定義ということで、まあタスクと、まあ、パイプラインを定義してあげるというようなことですね。まあ、そうすることによってパイプラインランを実行させてあげると、あとはテクトンがですね、自分でそれをインスタンス化してあげて、まあポットやコンテナとして実行してくれますよと。ただし、まあそのパイプラインを実行するのは、まあパイプラインコントローラーと言われる、まあテクトンのコンテナが、実行処理をしてくれるというような形になっている。これはですね、パイプラインランを実行すると、オープンシフトでもですね、まあ、パイプラインの実装に応じて、まあ、条件分岐とかをするのであれば、条件分岐に応じてですね、このように、まあ、タスクの内容と言われるものが、表示されるようになっています。で、パイプラインのステータスも確認できるので、もしここで途中でこけたりとかした場合はですね、パイプラインの中でこれだけを再実行させるとか、そういったこともこのビューからできるような形になっています。で、一つ一つの、まあ、パイプラインであったり、まあ、タスクって、まあ、どういったものがあるんですか？まあ、強いてはこれ一つ一つ書かないといけないんですか？みたいな話にもなるかなと思うんですね。で、そういったタスクを、まあ、一つ一つ書いてるのはかなり大変な話になるんで、まあ、レッドハットはですね、まあ、テクトンのコミュニティと、まあ、協力することによってですね、まあ、テクトンのタスクであったりとか、パイプラインの、まあ、いわゆるテンプレートですね。再利用可能なテンプレートというものをですね、紹介しています。まあ、これをテクトンハブと言われているところに置かれていてですね。まあ、実際に、インターネット上からアクセスしていただくと見えるんですけども、まあ、ここにですね、まあ、アンシブルの、実行する形態であったりとか、まあ、シートはですね、Python であったりとか、Go であったり、まあ、そういったものを実行するもの、シートは、あとは、コンテナをビルドするための、まあ、カニコードであったりとか、まあ、オープンシフトで言うと S2i ビルドみたいなものもあるんですけども、そういったものが、提供されています。で、オープンシフトのパイプラインを使うとですね、こういったものはクラスタータスクと言われているところに、まあ、記載されています。まあ、こういったところで提供することによってですね、まあ、パイプラインを導入したすぐにですね、このタスクを選ぶだけでですね、基本的には、パイプラインを作るということができるようになっています。で、オープンシフトのパイプラインの、ところでですね、一つだけ気をつけないといけないことがあります。で、よくですね、まあ CI、CD と言われているとですね、まあ CI もするし、CD もするし、みたいな話になってくるんですけども、基本的にデプロイメントパイプラインを生成するっていうことは可能なんですけども、デプロイメント先を、状態を変化を、まあ見てですね、このデプロイメントパイプラインが実行してくれているというわけではないんですね。あくまで、まあ、ジェンキンスとかも同じですけども、基本的にはパイプラインを生成すると、デプロイメント作業っていうもの自体は、まあ、この開発者、もしくはですね、デプロイメントする人がですね、実行のパイプラインっていうのを書かなければいけません。まあ、それを書いていくと、もちろんですね、まあ、作業の属人化っていうのも発生しますし、まあ、強いてはですね、デプロイするためには、デプロイするための権限っていうのが必要になりますので、このテクトンにですね、そのデプロイするための権限っていうのを与えないといけません。そうすると CI にも関わらず CI がですね、結構強い権限を持ってデプロイメントをしなければいけないというような事態になってくるので、明らかにセキュリティ的にもですね、よろしくない。で、そうなってくると、まあ作業も属人化するし、セキュリティも
まあ、ちょっと脆弱になってしまいますし、強いては、まあ、デプロイメント作業の統一みたいなこともですね、まあ、開発者ごとに違うかったりするので、統一もなかなかできないといったことになります。そういったところがあるので、基本的にはオープンシフトパイプラインは CI として作ってあげて、まあ、デプロイメントとしてはですね、まあ、テクトンを使うのではなくて、ここからがアルゴ CD を使っていくというような流れになっている。基本的にアルゴ CD を使うと、各環境にデプロイメントをしにかかるというわけではなくて、まあ、デプロイメントの環境が変わったら動的にそれをチェックして、変わったのを、まあ、指定されたあるべき姿と、まあ、チェックして、それで良ければそのままにしておくし、まあ、もし変更が必要なのであれば変更をかけるというようなプル型の変更方式になります。まあ、こうすることによって、まあ、先ほど言ってみた CI の役割と、まあ、CD の役割っていうのを明確にですね、分離して、まあ、最終的にはデプロイ先の変化と、状態変化を見ながらですね、定義された状態に、状態に持っていくというようなことを動的にしていくということが CD の役割になっている。まあ、このあたりが今までの CD と大きく違うところですね。最後にですね、この OpenShift GitOps と言われているところをご紹介します。OpenShift GitOps と言われるものはですね、基本的にアルゴの CD を基盤とした、まあ、GitOps のソリューションになっています。まあ、現時点ではですね、OpenShift 4.6 というバージョンなんですが、こちらではサポートまだされてないんですけども、今後サポートされることが予定されています。で、まあ、アルゴ CD、もしかしたら初めて聞くという方もいるかもしれないんですけども、基本的には Git のリポジトリを見て、Git のリポジトリと今展開されている、まあ、クラスターですね。クラスター上に展開されているアプリケーションの状態を確認して整合性をチェックした上でデプロイをかけるという、まあ自動デプロイメントツールだと思っていただければいいかなと思っております。でそこで重要なのが GitOps という概念ですね。まあこれは基本的にリリースの変更とか運用とかに対して一個一個コマンドで、提供するのではなくって、一個一個コマンドではなくって Git の状態を動的にこの ArgoCD と言われるものが検知し、その検知したものでもし状態の変更が必要なのであれば、まあ、状態を更新しますし、クラスターの状態が何かしら、いわゆる、あるべき姿と違っているのであれば、また状態を戻してくれると言われるような作業をしてくれます。で、もちろん、Kubernetes 自体もそれはやってくれるんですけども、実際にデプロイするためのリソースと言われるもの全てを見ているわけではありません。なので、一つ一つのリソースを的確にですね、Git と同じような形にしていく。ついては、まあ、Git を正確な、まあ、構成管理ツールとして考えてあげて、まあ、Git の構成管理ツールと、クラスターの状態というのを、一致させるということが、この GitOps の、重要なところになります。なので、多くのアプリケーションの開発においてはですね、アプリケーションの開発のソースコードと、このマニフェストのリポジトリというのが、分割されている、いわゆる全然違うところで管理されているっていうのは、こういうところにあるんですね。なので、マニフェストのリポジトリ自体をですね、更新してあげると、まあ、クラスターの状態も変わってあげる、変わってくるというような状態を、まあ、続けることによって安定した、ついては迅速な開発、デプロイメントというのができるようになってきます。というのが、この GitOps と言われるものです。これまではですね、まあ、クーベコントロールとか OC コマンドによってですね、まあ、いわゆるマニフェストをデプロイしていたと思います。まあ、こういったマニフェストのデプロイっていうのはですね、それなりに課題もありましたと。もちろん一つの環境にですね、一つの、まあ、マニフェストをデプロイするっていうことは、まあ、簡単なことかなと思うんですけど、これが複数の環境になったときに、一つ一つのパラメーターですね、みたいなものが違っていると、もしく、一つ一つのパラメーター自体にですね、設定を間違える、もしくは設定漏れみたいなものが生じてしまって、最終的には、まあ、ステージングとプロダクションの状態が違っていると。いうようなことにもなりかねないのかなと思います。まあ、そういったことを防ぐためにですね、このクーベコントロールだけでは、やはりデプロイメントの課題というのがありました。で、先ほど言ったみたいに、まあ、異なるデータベースの接続先であったりとか、まあ、シークレットの仕様とか、異なるデプリカ数の、デプロイメントであったりとか、そういった一つ一つの、まあ、設定ですね、マニフェストを一個一個手で書き換えていては、やっぱり人間がやるからには設定漏れとかミスとかがありますね。そういったことがクーベコントロールでは起きていたんですけども、実際にこういったバージョン管理、環境管理と言われるものは他のツールを使います。例えばですね、まあ、いくつかあるんですけども、
カスタマイズであったりとか、まあ、ヘルムチャート、で、オープンシュートテンプレートみたいなものがあります。でカスタマイズって言われるものはですね、クービーコントロールの方に組み込まれたパッケージ製品になっているんですけども、まあ、そういったパッケージのツールを用意してあげてですね、いわゆるテンプレート自体をパッケージ化してあげて、それに対して、まあ、環境変数を書いてあげたりとか、いわゆる、まあ、環境ごとの設定ですね、っていうものを変えていくというようなことができます。でヘルムも同じような形なんですけれども、いわゆるこれはパッケージとして提供されていて、いわゆる一つ一つの、パッケージを、環境ごとに用意することによって、変数でですね、まあ、これも環境を変えれると言われるものなんですけれども、カスタマイズよりも、まあ、ヘルムチャートの方がより細かな、まあ、条件分岐であったりとか、そういったことができるようになっていまして、まあ、実際ロールバックとか、まあ、アップデートとかっていうこともですね、まあ、ヘルムの中でできるので、まあ、この GitOps と組み合わせてやるということも重要なことかなと思っております。で、オープンシュートを使うからにはですね、まあ、オープンシュートテンプレートみたいなものもあります。まあ、これを活用してやるということも可能なんですけども、どちらかというと、このオープンシュートテンプレートというもの自体もですね、いわゆる GUI として提供されているので、まあ、GUI の、画面からポチポチする専用になっているので、基本的に GitOps で使うという意味だと、カスタマイズか、まあ、ヘルムチャートを使うことが多いんじゃないかなと思います。といったところですね。まあ、この後のセッションで、NTT 東日本様がやっていらっしゃる、まあ、ヘルムを使った GitOps ですね、の実装についてもご紹介がありますので、そちらでもまた、詳しく見ていただければなと思っております。で、こういった GitOps のアプリケーションを作るという意味ではですね、GitOps アプリケーションマネージャーと言われるコマンドラインが今、開発されています。まあ、実際にですね、リポジトリ見ていただいた方が早いんですけども、まあ、GitOps とブートストラップでこう立ち上げることによってですね、いわゆる環境ごとの設定であったりとか、実際に、先ほどご紹介した、まあ、Git の設定ですね、みたいなものを、初期設定を、動的にやってくれるような、コマンドになっています。まあ、これによってですね、アプリケーションの環境を増やしたりとか、もしくはですね、まあ、今ある環境に合わせたりとか、っていうことがですね、まあ、簡単にできますよと。まあ、そういったことをですね、まあ、カスタマイズとかヘルムとか、組み合わせることによってできますよというのが、この、GitOps アプリケーションマネージャーと言われるものになっております。ということですね。まあ、こういったツールも出来上がっているという状況ではあります。で、実際に、これは計画状態ではあるんですけども、OpenShift GitOps View と言われるものの、ビューが、提供されます。いわゆるですね、GitOps サービスオペレーターと言われる、まあ、GitOps を提供するためのオペレーターを入れることによってですね、OpenShift 内にですね、いわゆる GitOps の環境ですね、自体を、可視化するような、ツールというものが開発されていて、まあ、今後これが統合されることによってですね、オープンシフトの中で、まあ、GitOps を、視覚的に、取り扱うことっていうのができるようになっています。といった状況になっています。まあ、これを、使うことによってですね、GitOps と、まあ、先ほどのテクトンパイプラインですね、そういったものを、まあ、コマンドライン操作だけではなくって、いわゆる視覚的にですね、作りやすく、アプリケーションが管理しやすくなっていくっていうのが、これからのクラウドネイティブな CI/CD の提供になっている。ということで、最後、サマリーだけしたいなと思います。今日ですね、クラウドネイティブ時代の CI と CD のあり方ということでご紹介してきましたけども、まあ、話としてはですね、まあ、これまでの CI と CD というものは、まあ、一緒にやっていたってことも多かったんじゃないかなと思うんですけども、これからはですね、やっぱり CI は CD の、CI は CI の、やることということがあってですね、ここではやはりコンテナレジストリーに入れるためのコンテナイメージと言われるものを正しく作ること。まあ、強いてはマニフェストを正しく書くことといったところが、まあ、CI に求められるところではありますし、まあ、エンタープライズで言うならば、先ほど言ったみたいにガバナンスをここで調整することっていうのが、この CI に求められることです。で今後、継続的デプロイメントというところで、まあ、アルゴ CD と言われるものがあるんですけども、こういったものに関しても、安定的に、まあ、継続的に、まあ、デプロイメントを続けるといったことが必要なので、各環境ごとに、まあ、デプロイメントの操作を、手動で変えていくのではなくって、まあ、自動的に、まあ、コンフィグを読み込むことによってですね、まあ、動的に、デプロイメントができるといったことを、作るのがこの継続的デプロイメントの趣旨であって、マルゴ CD がそういったものを提供しているということになります。
ということでですね、これまで運用の作業を一つ一つやってきたっていう CI、CD もですね、それがより、まあ、自律的に動くようになってきますので、まあ、こういった継続的インテグレーションと継続的デリバリーですね、CI、CD の役割を正しく分離してあげるというようなことが重要になってきます。これをできてこそですね、まあ、クラウドネイティブ時代の CI と CD の、役割というのが終わりますので、まあ、これまでの CI、CD とですね、まあ、ちょっと違うところっていうのをやはり、まあ、運用やプロセスにですね、持っていかなければ、まあ、結果的に、メリットが得られないというところもありますね。こういったところに注意していただければなと思っております。ということで、今日はですね、クラウドネイティブ時代の CI/CD のあり方ということで、ご紹介してさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。